はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はこちらのユリとかトルコキキョウ、バラですね、そしてこのピンクのデファレ、こちらの花材を使ってちょっと豪華なアレンジメントをこちらの器にね、刺していきたいと思います。で、このね、一つこうちょっとお花とは関係ないんですが、僕のチャンネル登録をしてくださってる方は結構ね、外人さんが多いんですね。で、日本ってまだまだこうお花の YouTube って全然浸透してなくて、まあ、海外の方がすごく浸透してるんで、まあ、外人さんのこう登録し、チャンネル登録者の方が多いんですけれども、もうなんせね、日本語でやってバリバリ日本語でやってるもんで、英語の字幕を入れてくれるから英語でやったらあなたもっと有名になるとかね、ものすごいこう、まあ、嬉しいコメントはたくさんいただいています。ただ僕自身がイングリッシュビギナーなんで全然英語は喋れないので、まあ、徐々にねこう間違いながらも、字幕をつけたりとかはしていきたいと思ってます。ただね、僕の願いとしてはやっぱりこう日本の中でこのもっと多くの方がねこうお花に触れる機会を持ってほしいなと思って、この YouTube を、まあ、毎日ではないんですけど1週間に2本とか3本とか更新をしています。まあ、できればね毎日更新したいと思ってます。なのでぜひねこうたくさんの方に見ていただけるように皆さんにこうシェアなるべくねこうシェアをしていただいて多くの方に見ていただけたらいいなと思ってます。なのでもしお友達の方とかもいらっしゃいましたらぜひねこうチャンネル登録者なんかの数でもいろいろと変わってきますので、ぜひそういうことをねチャンネル登録別にお金とかかからないのでおすすめしてみてください。これからねアレンジメントを制作していきたいと思います。